こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マッチレスシュール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ノーコネクション、前に行きそうです。トールアルデル、それに続いています。さらには宇治山プリンス、7番ロッキースクワート、その後ろリコーペガサス、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはマッチレスシュール、その隣にスカイサークル、その横にロッキースクワート、この辺りで先頭が変わりました。ノーコネクション、スカイサークル、先頭に襲いかかってきました。ロッキースクワート、3番手リコーペガサス、ぐんぐんと差を詰めてくる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ノーコネクション先頭、差はほとんどない。2番手はリコーペガサス、先頭を捉えるか。あと 200m、 リコーペガサス伸びてきた。残り 100m、 リコーペガサス先頭、カリスマフライト食らいつく。リコーペガサス、リコーペガサス1着、2着にはどうやらカリスマフライト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。リコーペガサス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはメローフルーツ、メローフルーツ先頭、2番手は和光地加子、先頭を捉えるか。さあマイネシリウス一気に来た。先頭は和光地加子、和光地加子先頭、竹のベルネット抜けた。和光地加子追いすがります。竹のベルネット大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は鶴丸ガール、鶴丸ガール先頭、2番手はマイネルコロネット、あと 200m 鶴丸ガール先頭だ。残り 100m 鶴丸ガール粘る。一気にエーシンクレッセ、エーシンクレッセもう一伸び、エーシンクレッセ、エーシンクレッセ1着、2着は微妙です。1番人気に応えました。エーシンクレッセ見事です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはノーブルキャッチ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った競泳カード、あと 200m、 先頭はオーロラ東証、マジックパンドラ必死に追いすがります。マジックパンドラ追いすがります。やはり強いオーロラ東証、オーロラ東証1着、オーロラ東証1着、2着にはどうやらイージーミスバキ、1番人気に応えましたオーロラ東証、見事です。京都競馬場、三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のチョンカイライデン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。リングゾーン10位、これはいいスタートを切りました。イージートップ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクリムゾン10リー花に立ちます。その後ろからはイージートップ、この馬も上がっていく構えです。さらには鳥海キャロル、17番リバーガール、その後ろ1番人気のシアマゾン、現在馬群の中ほどにつけています。リバーガール、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。クリムゾン10リー先手を取りました。イージートップ、それに続きます。これに続くのがフリートクリスマス、内からはカリスマライフ、ファイブブルック、そのうちに続いています。シアマゾン、いい位置です。アグネスパレード、そのうちに続いています。すぐ後ろにヒートゴシップ、 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでフリートクリスマス先頭に変わりました。フリートクリスマス後続を引き離します。クリムゾン10リーほとんど差がありません。イージートップ3番手シアマゾン、いい位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はクリムゾンジュリー、先頭変わってリバーガール、シアマゾン先頭、あと 200m、 シアマゾン先頭だ、しかし残りわずか、シアマゾン先頭、2番手はリバーガール、シアマゾン今ゴールイン、段違いの強さです。シアマゾン1着、2着はリバーガール、シアマゾンついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は AP グランプリ2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手は大隅太君、残り 100m 必死に追う AP グランプリ。2番手は大隅太君、先頭は AP グランプリ、1着でゴール。 AP グランプリ1着、2着は微妙です。見事に勝ちました AP グランプリ。